Rebellion 2000. はい、こんにちは、ブルーホースです。今回から Beyond Two Souls というね、ゲームをやっていこうと思います。前回まではヘビーレインというね、折り紙殺人鬼を捕まえろっていうゲームをやってたんですが、また同じ会社から出しているゲームっぽいですね。これは2013年のゲームみたいなんで、ちょっと古いんですが、やっていこうと思います。で、事前にオプションで操作設定とかね、をいろいろともうクリアはしてるんですが、クリアというか設定は終わってまして、それだけなのになぜか前回の続きという言葉が出てきたんでね、なんでやねんっていうツッコミを入れたいところなんですが、まあ、ここ新しく始めるというところからやっていこうと思います。では早速ね、そもそもセーブデータがないので大丈夫です。で今回ね、日本語音声にしてます。字幕喋ってるの結構鬱陶しいかな。私は不思議な力を持って生まれた。それは普通の人が見えないものを見ることができる力。すべてが入り乱れる。映像、音、匂い。忘れてはいけない。これまでに起こったことのすべてを。そして自分自身を。まずはこの場所から物語を始めよう。どの場所やねん。どこ？あんな偏僻なところの道端に一人。事故に遭ったの？ハゲてるけど大丈夫？誰かに髪の毛やられた。私が誰かわからない。それとも誰かに乱暴された？ああ、いきなりやらしい展開？名前は？あと連絡先は？029272。友達は？君の身元がわかる人だよ。すごい親身になってくれるいい人だね。おしゃべりは嫌いかい？いや、そういうわけじゃないですけど、なんかあんたと喋るのがちょっと個人的思考。これじゃ力を貸せないよ。力もないくせに。まいったな、もう。どうしたの？あなたが保護したの？ちょっとした。それは傷？触れちゃダメでしょ、そういうの。最近のもの？女の子。お、あ？ポルターガイスト、君がやったの。なんか来たぞ。止めるんだ。大丈夫。相手が誰だか分かっているのか。私が着くまで待てと。有名な俳優さんじゃない、声優さんだね、この人。まったく、今すぐあいつらに連絡をつけろ。何としても止めるんだ。なんか悪役系で出てくる子の人だね。めっちゃキレてる。そう来る。何が？あ、来た。スワット。え？なんかじゃあ悪い子なの、この子。スワットに追われるようなやばいやつなのかな。アラン隊長来たやん、アラン隊長。いきなりクライマックスだな。おい、これは何の騒ぎ？保護した女はどこだ？どこでしょう。あっちだ。わかった。レーザーポイント。し、開けるんだ。いやいや、こんだけ騒がしく、しかもさ、ライトでバンバン照らしてたらさ、この人が警戒させないように開けようとしても、さすがに無理なんじゃないかな。入るよー。おや、お着替えだ。あれ？どういうことだ？誰も。いないぞ。あとは勝手に探してくれ。何？扇風機回ってるだけなんだけど。急なホラー感出すのやめて。怖い怖い怖い。うわ、随分荒っぽい止め方。え？これさっきの警察署？まさか。どういう状況？スワット一網打尽にされとうやん。いやはや、ボロボロや。なんてこった。あんなこった。あれ？おっさん生きてる。
犯人おっさんやん。ジョーディー何をした？ジョーディー FBI、 まさかの FBI が犯人。黒の組織じゃないのか。ドゥビンドソーセヌンヌンヌン。実験、プロローグのさらに前に来るの？なるほどね。了解。じゃあ実験やりましょうか。うん。まあ、ここから物語は全て始まるっていうところだね。なんか、ファイナルファンタジー7のライフストリームみたい。長いな。あ、始まった始まった。さてさて、一体、どんなゲームなのかな、これは。例のごとく前情報が全くないので、一体どういうゲームなのかっていうのはさっぱり理解しておりません。ああ、そこにいたのか。あ、この人有名なあれだね。気分はどうだい？劇団四季の人じゃないかな。なんだっけな、オペラ座の怪人を放一の時に見たんだけど、でもね、ナレーション役の人この声だったね。そろそろ時間だよ。で、このなんか有名な声優さんの声が使われてますみたいなことを感想文に書いたら、なんか全校生徒のなんか感想文のピックアップしたやつの中に、なんか、僕が書かれてたっていう超恥ずかしい記憶。遊ぶ、開脚。ほら、ジョディ、あとでたくさん遊べるだろう。ああ、わかったわよ。今遊びたいのに、なんでわかってくれないの、大人って。あ、なんかある。お、ん？あ、なるほどね。まあ、操作性は一緒だね。あ、隊長おる、隊長。そっちじゃないよ、ジョディ。分かってるよ、ジョディ。あ、ジョディは私だ。何をした、ジョディって。あれ、ジョディのじゃあ幼き頃、幼き頃のジョディってことか。なんか別にあるわけじゃなく。他には、あ、お猿の長寿。あ、トトロおる、トトロ。ほら、トトロ。トトロ、腕細。なんか他ない？あ、なんかそれ、ああ、座っちゃった。行きたくないの。疲れてるだろうけど、そろそろ行かないと。はい、仕事するよ。コーギー犬もおるね。ウェルシュコーギーペンブローグってとかね。あとなんかあるかな。あ、なんかあったあった。一曲聴いてからでもいいかい？シェイケ、シェイケラベイビー、ジェイラベイビー、ヨラバベイビー。あ、すいません、すいません。ごめんなさい。おとなしく。おとなしく行かない行くと思ったか。そんなバカな。相変わらず操作性が難しいね。お、ホールド。おー、右下の真っ黒クロスケ。お、なんかやってる。やっぱ見るべきだよね。なんだこれ。あ、ごくん。私が、しもべです。あなたを待ち望んでおりました。違うな、完全に手話やってんな。急なノートルダム感が出てきたな。ノートルダムの鐘。ディズニーかな？じゃあそろそろ行かないと怒られそうなんで行きますか。じゃあね、またねー。で、よし、姉さんが待ってるよ。姉さん。鬼。うん。うん。うん。ああ、ここで監視されてるわけだ。何この子。ほら、ジョディ。めっちゃジョディ。めっちゃジョディってどんなジョディ？これは特に何もないのかな。ピザ。めっちゃピザ食うやん。羨ましい。皆さん何ピザ好き？僕はもう完全ピザハット。ドミノピザって、いやまあ別にうまいかまずいかでやったら別にまずくはないけど、やっぱなんかね、他のピザと比べたら、マジかよ。その、小銭持ってないのに。美味しいうまいかって。いやー、コール。微妙って言って。確かに届けるの早い云々っていうのはさ、売りにしてるのかもしれないけどさ、やっぱうまいかだよね、早いかよりもね。あら、ジョディ、今日も可愛いわね。もうよく言われる、うん、自覚してるから大丈夫。着いたよ。着いた。周囲を見る。周囲を見る。そうね。おじさん。おじさん、おじさん。ほら、これ落ちたよ。あ、すいません、すいません、すいません。いやす、いやす。着いたよ。あ、そこの部屋ね。了解です。じゃあ入りまっせー。
入らないよ。また子守会コール。ほら、早くおいで。ああ、わかったわよ。またどうせ。そこかしこ、乳繰り回すんでしょ。ほんとやらしいロリなんだから。いやジョディ。いやジョディ。今日は元気かな。ずいぶんと怪しいやつ来たな。まあまあ、あ、ちょっと喋れんだ。じゃあ、何をすればいいの？座るの？はい。なんか投資実験かなんかだな。これをかぶるんだよ。いいね。王冠みたい。王冠みたいに。私、お姫様になりたくないのに。どっちかっていうと、キングよ。じゃあ、王冠かぶれいい。ほら、お姫様みたいだ。そんなことよりも、王様になる。大丈夫。何も心配いらないよ。私は心配だらけなんだけどね。ずいぶんと怪しいおじさんだよね。さて。ジョディ、聞こえるかい？ああ、聞こえません。よし、よし、始めよう。隣の部屋のキャサリンは、君と同じカードを持っている。はい、なるほど。彼女が1枚選ぶから、ほいほい、どのカードを持っているか当ててみるんだよ。了解しました。できるかい、ジョディ？はーい。うん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 。脳波調べてるね。よし。オッケー、やってみよう。やってみよう。一枚目。やってみようかどう。あ、これ並びは一緒なのかな。あ、でも丸、あ、違う。タブ？タブクリック。周囲を見る。で、移動。ほう。あれ？被験者の。あ、なるほど。星か。はいはいはい。でシータ波は 4.5Hz に上昇しているようです。ホールド。しかも室温が10度も低下しています。あ、でこれでタブで戻ってどれかっていうのを選ぶのか。なるほどね、これか。45まで低下ってこれってどうなんだろうな。次のカード。次のカード。Next card。じゃあまた魂が抜けて。し、え、これあれじゃん。なんだっけ、幽体離脱ってやつやな。ぐるっと向いて、四角ね。了解。四角、これだ。タッチ、タッチ、ここにタッチ。次のカード。次のカード。許そうに許するんじゃないわよ。次のカード、お願いします。だろ？なんか喋ってんだろ？あ、なんか違う人もいる。ホールド。え？何してんの？何してんの？魂抜いて、あれ？やめてってば。やばいことになって、え、魂乗っ取っちゃったよ。大丈夫これ。何する気？おい、グレッグ。おお。大丈夫かい？なんか魂取られてたんだけど。ああ。大丈夫だよ。ああ。なんでもない。ああ、戻ってんだ。なるほどね。あ、びっくりした。魂乗っ取っちゃったよ。で、この人ずっと待たされてたんだ、カード持って。波線。はい。OK。いいぞ、ジョディ。他のことを試そう。何試すの？別の部屋の机に積み木が置いてあるんだ。積み木、はい。それを倒してみせてくれる？倒すのね。はい、積み木を倒すと。了解了解。積み木、これだね。これをどうするって？ホールドして、ドラッグ。離す！どれ？キャサリン、ちょっと今のわざとらしいぞ。ジョディ、他にも動かせるかな？他にも動かせるけど、他に何を動かすの？ああ、カードか。おいよ。パーン。キャサリン、絶対嫌だわ。超ポルターガイスじゃん。あ、なんか他にもできるぞ、これ。お。あ、まだまだいける。いっちゃいっちゃい、やっちゃおうやっちゃおう。やれるだけやっちゃおうぜ。ほら、ペットボトルポーン。書類もポーン。無理よ。ごめんなさい。無理よ。オーケー、ジョディ、実験はもう終わりだ。開かない。鍵がかかってる。こんな状況になったらもう誰でもいない。鍵がかかってない。引っかかってるだけだ。ちょっと待って。ここから出して。落ち着け、キャサリン。見てくるんだ。落ち着き、キャサリン。見てくるんだ。もうおしまいだ、ジョディ。ジョディ。実験はおしまいだ。もうやめさせなさい。できない。言うことじゃないの。全然聞いてくれないの。そう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 。なぜなら操作してるやつがむちゃくちゃだからね。うれうれ。
で、これさ、落ち着け、キャサリン。今そっちに行く。あ、戻れる。ジョディ。ジョディ。様子が変だ。めっちゃ危ない。部屋から出せ。おお、おお、ああ、ゴシゴシゴシ。さあどうする？ジョディはどうなってる？あ、これ戻れるんだ。あ、やめる？あ、ちょっと。エイデンっていうのがその幽体離脱した時の彼になるのかな？キャサリンがかわいそうで忍びねえ。申し訳ねえな。いや、 やってるこっちの身としてはすげえ楽しいんだけど。あ、終わったんだ。やばい、終わったんだよ。なるほど、力を使うとああなるんだ。あー、ちょっと気軽にやっていいやつじゃないね。まずいな。大丈夫、落ち着いて。大丈夫。キャサリンがかわいそすぎる。大丈夫キャサリン、本当に。いやー、申し訳ない。ごめんね、キャサリン。何よりもキャサリンすまん。はーい。これがなんかチャプター1終わりって感じなのかな？ああ、そんなっぽいね。実験。あなたと同じ以下のルートを選択した他のプレイヤーの割合は、ほう。実験を止めたキャサリンに危害を加えなかった。え、危害加えるあれなんかあったの？いや、なかった気がするけどな。はあ。まあなんか、とりあえず、幽体離脱をして、いろんないたずらをするっていうのが、このゲームの趣旨だっていうことだけは理解ができました。はい。ということでね、パート1、終わりとさせていただきたいと思います。ね、トゥーソウルズビヨンド、次回もお楽しみいただけたらと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。